キルラキルタブーっていうのを、まあ、こういうのもなんですけども、キルラキルってアニメありますよね。結構面白いじゃないですか。結構面白いじゃないですかって僕がこうちょっと遠回しに言うのは、俺はあんまり好きじゃないけどねっていうふうに思ってるんで、キルラキルをねあんまり好きじゃないっていうのってさ、やっぱタブーなんだよね。すごくに、ツイッターでも炎上しかけてしまったんだけどもディスるのかというふうに聞かれてるけど、あ、なんだろうな、もう僕はあの前自分でも YouTube で言ったんだけども、キルラキルの面白さっていうのはダチョウ倶楽部だというふうに思ってて、島本和彦先生のところで最高だよ岡田さん見てって言われて、キルラキル の、その1話を見せられたんだ。見せられて、まあ楽しいのは分かるんだけども、これ何なのかなと思ったら、結局僕にとってはキルラキルの面白さっていうのは極端な作画で熱い熱量で押してくる。でそれって何かっていうと、ダチョウ倶楽部のだからどうもーって言って出てきて顔芸とかでこうガーッと押してくる笑いみたいなもんで、あんまり好きじゃないなと。だからあ、ダチョウ倶楽部みたいな押してくる芸風が好きなアニメの見方してる人はあれが面白いんだろうと思って、でそういうふうに思って落ち着いて、まあまあ俺あれは俺に合わないやと思ってたら、この間聞いたよ最終回の噂。最終回あったそうだけど、すごかったそうだね。どんな話だったのって聞いたら、いや一言で言うと登場人物が全員裸になって一列に並びましたって言われてなんだそれはで、まあここからこの辺はもう ネタバレですけど気にせずに言うね、大体合ってるというか、やっぱりそうなのか大体合ってるんだよ、俺見てないんだけども、もう見てないアニメの話するの大好きなんです俺が見てた時のキルラキルって真ん中辺もねポツポツ見てたんだけども、生徒会みたいなのと主人公が戦ってて、生徒会みたいな一番上の方にすごい怖い女の人、ド S みたいな女の人がいて、あれと戦うのかなと思ったら、途中でそれが味方になって、で最後どうなのって聞いたら、最後それのお母さんが出てきて、お母さんをその、怖いド S のお姉さんが殺して終わりって、すごい暗いじゃんと思った。でもそれで全員裸になって大笑いして終わりっていうからさ、もう見たくて見たくてしょうがないんだけども、どうなんでしょうこれ。今僕が言った流れで、まあ確かに死と違う、母は自殺、あそうなんだ、お母さん死んで終わりなんだけども、そのまんま、いやもうちょっとあるだろう宇宙から来た服と戦って裸になってる面白い絶対見ない今脳内でなんかあるキルラキルの方が面白い気がするから悪いけど半年置いとくわ、半年置いて半年してから見るな。やってることは王道、主人公宇宙に行って墓と対決して落下して服が燃えすぎた、エヴァかそれは主人公が最後に行って父親と戦うっていうのがエヴァだとすれば、キルラキルっていうのは主人公が最後に宇宙に行って母親が戦うって、もうみんなねトラウマ好きというかですね、肉親好きなんだよな服に服従されないように全裸なのじゃあ次のアニメ、髪の毛に支配されないように坊主でみんなスカルプに捨てりゃいいじゃん